はい、皆さんこんにちは。この服、新しい服をホタルに買ってあげました。実はあと2着あるんですけど、そのうちの3着買ったうちの1枚です。今回はこういったちょっと変わったビビットカラーな服をチョイスしてみました。ホタルは明るい色がよく似合うので可愛いですよね。これね、 X ガールの確か服だったと思います。やっぱりホタルはあのゴロゴロ外でも転がったり、結構まああの体をかくことがまだあるので、分厚いしっかりした生地の、これパーカーなんですけど、薄いね、人間用の安物で済ませてあげるのはかわいそうなので、ちゃんとフレブル用のホタルのサイズに合う服を買ってあげました。ホタルのサイズをね、ホタルはちょっと難しくて、サイズがあの胴回りとか首回りで選んでしまうと、ちょっとホタルはフレンチブルドッグの中では小柄なので、ちょっとお尻の部分が長くなっちゃうので、これも少し縫ってあります。他の3つもそうなんですけど、お尻の部分が長くて汚れないように少し短めに縫ってるようです。寝てるところを僕が邪魔して、ホタルかわいそうに、こんな気持ちのいい日向ぼっこ、最高の日向ぼっこスポットで寝てるところを僕に邪魔されてます。これ確か、実はこれ1月1日元日の動画だと思うんですよ、これ確か。で、確かね、あののお昼、午前中かな、午前中だったんですけど、これ嬉しそうでしょ。これ僕が隠れてるとこが出てきたら、ホタル大喜びで僕に飛びついてきました。で、今年のお正月はまあ地震もありましたけど、あの気温がすごく高かったじゃないですか。本当に過ごしやすいお正月でですね、僕たちもわー嬉しそう、4日まで仕事休みだったんですけど、まあ、暖かくて暖かくて毎日散歩に行ってました。もう気持ちよすぎましたね。ホタル嬉しそうでしょ、ほら嬉しそう。僕とマサヨで散歩に行くときは、僕がいつも持つので、僕がリードをちゃんと持つんですね。だからホタル にしてみると、2人で散歩に出かけるときは僕とマサヨと、僕が持つんですけど、僕がちょっと離れて隠れてたんで、ちょっと心配になって探してたんですけど、で僕が出てきたら嬉しくて飛びついてきたっていうところです。これは氏神様ですね、近くので。ホタルはなんかちょっとお尻がかゆくなってるようです。お尻はかゆいし、なんか顔もかゆいし、かゆいね。でこの服もよく似合ってますね、ホタル。もうマサヨばっかり映っちゃった最後。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。